各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語勉強していきましょう。加油。今回は時間に関する表現。まずはスキットを見てみましょう。今天几月几号？今天四月一号。今天星期几？今天星期五。次に単語を確認してみましょう。今天、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 今日、今天、几月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 、何月、几月、几号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 、何日、几号。星期几？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 何曜日？星期几？星期五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 ？金曜日？星期五？全体の流れを確認してみましょう。今天几月几号？今天四月一号。今天星期几？今天星期五。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。今天几月几号？今天四月一号。今天星期几？今天星期五。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。今天几月几号？今天四月一号。今天星期几？今天星期五。日本語の字幕で見てみましょう。今天几月几号？今天四月一号。今天星期几？今天星期五。今回のキーセンテンスは、今天四月一号。今日は4月1日です。キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。今天四月一号。繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。今天四月一号。映像に合わせて発音してみましょう。今天几月几号。もう一度繰り返します。今天几月几号。最後にもう一度映像を見てみましょう。今天几月几号。今天四月一号。今天星期几。今天星期五。今天几月几号？今天四月一号。今天星期几？今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。